何？用事があるんなら。お姉ちゃん、どうしたの？あ、うん。でも、こっちより、使い慣れたうちのベッドの方がいいかも。ちょっと待ってて、鍵取ってこなきゃ。すぐ持ってくるから、そこで待ってて。向こうに戻るね。台所ぐちゃぐちゃにしたまま出てきちゃったから。もうお姉ちゃんと同じこと言わないで。誕生日はまた来年もあるんだし平気。それに分かってたことだし。なんでもない。お姉ちゃんのことお願いね。ここまで背負ってくるの重かったでしょ。
私が重たかったってこと？普通は重たくなかったよって言うもんだよ。としてじゃなく、一人の男の子としてあなたが好きです。私と付き合ってください。Thank you.
当に？熱が上がっちゃったかも。私が看病してあげるね。はーい。桜に想いを乗せて